はい、皆さんどうもこんにちは、奥里でございます。今日はこちら、まあもう発売しちゃってるんだけど、タムロンの 35-150F2-2.8、まあ、ポートレート向けレンズっていうことでね、まあ、もう注文した方、手に入れてる方、まあ、気になってる方いると思うんですけど、まあ、これを今日はね、テストしていこうかなというふうに思います。マスクオフか。気になってはいたんですけど、ただね、いかんせんやっぱね、重さ、サイズ感はちょっと気になるのかなと思ってずっとつけてると。なのでこれから撮影してみて、僕の右手が耐えられるのかどうかやっていこうかなと思います。まあメインは今日はただちょっと写真でやっていこうかなと思うんで、まあ間動画ちょこちょこ撮りつつ、写真撮りつつみたいな感じでやっていこうかなと思います。ゲストです。危ない同じ動きしたよな。何この辺にあのアカウント名が出てる、はい、すごい、はい、皆さんチェックしてみてください。よろしくお願いします。はい、というわけでいろいろと撮りましたね。撮りましたね、はい、じゃあ部屋に戻っていろいろと写真見ながら、まあ、今日使ってみた感想とかをいろいろお話ししていこうかなと思うので、一旦戻ります。ではでは、クルリンファ、はい、というわけで、いろいろ試し撮りの方をしてきたので、早速このタムロンの35150の話をしていく前にですね、今日のスポンサーのお話をさせていただこうかなと思います。本日の動画は、エピデミックサウンドの、提供でお送りしております。あのシネマティックな動画であれ、まあ、こういったレビュー動画であっても、エピデミックサウンドはあの僕が初めてあの使った音楽サービスでもあり、っていうのもね、海外のやっぱり有名なクリエイターさんがみんな使ってるっていうこともあって、僕も最初エピデミックサウンドからスタートしました。あの楽曲数や音楽のクオリティっていうのもこれもめちゃくちゃ高くて、あの個人の YouTube チャンネルであれば年額$144からクライアントさんにその動画を提供するっていうような形で、まあ、お仕事として使うっていうことであれば年額$299から利用することができます。今日紹介するこういったレンズもそうなんですけれども、数十万円のその、まあ、機材を使って撮った作品のクオリティを担保することが、まあ、年額1万円そこそこでできるのであれば、これはね決して高い投資ではないと思います。確実にあの作品のクオリティっていうのはもう1段も2段も上がってくるので、まあ、この動画を見た後にですね、ぜひあの概要欄の方から、エピデミックサウンドの、リンクの方をねもうクリックしてチェックしていただければなというふうに思います。というわけで、早速こちらタムロンの35150の、レビューをしていきたいなというふうに思います。でこのタムロンのレンズの最大の特徴といっては、ポートレートでよく使われるような、まあ、35mm50mm85mm135mm といったところを全てこの1本で賄えて、かつズームレンズとしては世界初となる F2 からスタート、するっていうところかなというふうに思います。で価格自体も今ね日本国内の、価格ではだいたい18万円台だと思うんですけれども、決してね安いとは言わないんですけれども、まあただねこの G マスターとかの金額に比べてしまうと、やっぱりそのタムロンさんはね価格的には、すごく優位性があるのかなというふうには思います。単焦点レンズで撮影してると、まあよくあるんですけれども、光の具合だったりそのまあモデルさんの表情だったり、まあこれ今最高だなと思ってこう撮影してて、例えばそれが 35mm がついてたとして、あこれちょっと50でも撮ってみたいなとか85でも撮ってみたいなと思って、あのまあレンズ交換をしてでカチャカチャ付け直して、はいもう一回その場所に持っていくと、あれなんかさっきと違うなっていうような形でシャッターチャンス逃しちゃうんですよ。例えばその光が変わっちゃったとか、まあちょっとこのモデルさんのこうなんだろう向きが変わっちゃったとか、カメラマンがそのいろんなこう画角を試したくてレンズを取っ替え引っ換えなんかやってたりすると、こうモデルさんもね意外と不安になってきちゃったりするんですよね。あの私なんか良くなかったのかなとか、
やっぱりねこの1本のレンズで 35mm から 150mm までを、まあ、その場でこうやってズームリングをこうやって回してあげるだけで確認しながら、まあ、自分の中のこのベストな画角っていうのを、まあ、決めることができるっていうのは、これは本当にね撮影のテンポが変わってきます。実際にこれを使って撮影してても本当に普段以上のバリエーションが僕今回撮れたなというふうに思いました。写りについてなんですけれども、いや写りはね思ってた以上にめちゃくちゃ良かったです。で僕がねその単焦点を使ってる、まあ、理由の一つとしてやっぱりその解像力っていうところがあるので、今回はですね、ソニーの G マスター 35mm を、まあ、一緒に持ってって、まあ、比較でちょっとね撮影をしてみたんですけれども、それがですねこんな感じでですね、僕がこの間届いた MacBook Pro の、 新しいねすごく綺麗なディスプレイで比較してみた限りはですね、まあ、本当にどっちがこうなんだろう解像力が高いって候補というかつけがたいぐらいに、そのぐらい写りは非常にいいものだなというふうにね今回これを使ってみて、いやすごくびっくりしました。でもう一つこのタムロンの35150の、まあ、最大の特徴といってはなんといっても F2 スタートのまあ、ズームレンズであるということだと思うんですけれども、ただね僕は正直に言って、まあ、普段単焦点を使ってるからっていうこともあると思うんですけれども、そこまでこの F2 スタートっていうこと自体にはですねあんまり魅力を感じなかったっていうのが、っていうのも 35mm からこうちょっとひねるだけでもうすでに F2.2、2.5 と、まあ、どんどんその F 値っていうのも上がっていっちゃいますし、やっぱりそれをやることによって、まあ、その明るさが変わってくるので、まあ、ISO を毎回変えなきゃいけなかったりだとか、でもしこの F2 スタートじゃなくて仮にこれが F2.8 の透視のズームレンズであったら、まあ、重さがだいぶ抑えられますよっていうのであれば、まあ、個人的にはそっちの方が嬉しかったかなというようなね気はしました。っていうのもやっぱり重さがネックなんですよね。 1165g っていうのが、まあ、なかなかこう微妙なラインだなというふうに思ってて、ゆっくりカメラとくっつけて合わせることによってだいたい2キロ近くにはなってくると思うので、その2キロをずっとこう持ち歩いてこう、まあ、いろんな構図を探しながらねこう撮影するっていうのは正直に言って結構大変っちゃ大変です。で僕は結構、まあ、こう腰ぐらいの位置で煽り気味で撮影することが多いので、まあ、その際にねこのバリアングル液晶を見ながら、ね、撮るってなってくるとやっぱりそのちょっと重さがネックになって、構図の微調整とかっていうのがやりにくいなっていうこと で結局その場でねこう膝をついてかがんでこうやってビューファインダーを覗きながらね、まあ、撮影するっていうような、形が今回は多かったです。今回ねこのレンズは、まあ、主に写真を中心にテストしてきたので、まあ、がっつり動画を撮ってきたっていうわけではないんですけれども、ただ短い間ながら、まあ、動画を撮ってみてどうだったかっていうちょっと感想を言うと、まずはですねジンバルにつけてやっぱり運用するレンズではあまりないかなっていう気はしました。っていうのもやっぱり重いので、であとね意外にも、フォーカスブリージングはねこれ全然発生しないのはね結構びっくりしました。でオートフォーカスに関して言うとですね使ってて全然遅いなとかっていう風なことを感じることは全くなかったのですごくキビキビ動くと思います。アルファのカメラと組み合わせることで瞳オートフォーカスであったり DMF とか、まあ、そういった機能も一通り使うことができました。はい、というわけで今回いろいろ試してきたこの35-150を総括するとですね、まあ、ポートレートを撮ってるスチルカメラマンの方にとっては非常に使い勝手のいいレンズになるんじゃないかなというふうに思いました。やっぱりこれ1本で、まあ、全てのねこう画角を賄えるっていうところは、まあ、もうめちゃめちゃ魅力的だと思います。ただこの重さっていうのをこうずっと手に持ってて支えてなきゃいけないっていうのは、まあ、それをねネックに感じる人はいるかなっていう気は正直します。僕もこのレビューを持ってさっきからこうやってずっと片手で持ってるんですけどね、正直こっちの手かなり疲れてますからね今どうしても1本とか2本のレンズでその撮影に行かなきゃいけないっていうような、まあ、仮に状況があったとすれば、このレンズは非常に便利だなというふうに思います。まだあんまりレンズをそのたくさんお持ちではないという方にとって35から 150mm を F2 スタートでカバーできるこのレンズが1本あるっていうのは相当強いと思うので、そういった方にはねおすすめできるかなというふうには思います。僕がこのタムロンの35-150買うのか買わないのか、まあ、この後これ僕これお返ししなきゃいけないんでずっとキープしていくことはできないんですけど、まあ、1回試させてもらった上で今後も使い続けたいなと思って買うのか買わないのかで言うと、いやこれはちょっとねもうちょっと悩みます。いやっていうのも使ってみてね本当に良かったです。
本当に良かったんですけれども、っていうのもね、やっぱり僕今回撮ってきた写真を見ても、まあもちろんロケーションにもよるとは思うんですけれども、ほとんどがですね、まあ35、50、まあ行って85ぐらいの画角で撮ってたんですよ。ってなってくると、まあ別に35から150じゃなくても、まあ僕のユースケースにおいてはこと足りるのかなっていうのが、まあぶっちゃけ正直なところかなというふうな気はしました。ただやっぱりこう動画もスチルも今回は両方撮影しますよなんていうようなタイミングにおいて、じゃあスチルはスチル用のレンズ、単焦点レンズ何本か持って、動画は動画用のレンズを何本か持ってみたいな、状況はなかなか厳しいので、スチルはこれ1本だけ、まあスチル用のカメラと、で動画の方はまあジンバルと組み合わせて使いやすい軽い単焦点レンズだったりだとか、まあそういうのを 2,3 本持って、まあ行くっていうのが、まあ、一番ねやっぱ運用はしやすいかなっていうふうに思うので、まあ、そういう面においては非常に便利かなというふうには思いました。はい、というわけでね、本日の動画は以上となります。いや久しぶりにね、まあ、ソニー以外 のレンズの紹介をしたんですけど、まあ、何より今回ねスチルがメインだったのでね、久しぶりにこうスチル撮ってて楽しかったです。ちょっとまたこうスチル本腰入れていきたいなというふうには思っているので、またまあそんなスチルに向いてるレンズとかをねレビューできたらなというふうに思うので、気になる方はねまた見ていただければなというふうに、思います。というわけで、本日の動画は以上になります。どうもご視聴ありがとうございました。君しかし偉いところにずっといるね。はい、以上です。